回のお話の続き、私たちはハグッとプリキュアの3人、キュアエール、キュアアンジュ、キュアエトワールになりましたね。そこでリカちゃんが来て、リカちゃんもキュアエールにしてあげることにしたの。でも私リカちゃんをキュアエールにする自信ないよ。そんな、ホイップさんやってくださいよ。困ったな。フレッフレッ、私ミライクリスタル、ハートキラッと、ハーユーユー、輝く未来を抱きしめて、みんなを応援、元気のプリキュア、キュアエール、私に任せて、私がリカちゃんをキュアエールにするよ。わあすごい、キュアエールだ。わあハグプリだ。キュアホイップさんのキュアエールも、キュアジェラートさんのキュアアンジュも、キュアカスタードさんのキュアエトワールも、とっても素敵。私もお粘土頑張っちゃう。くれくれ、私レッツラお着替え、リカちゃんこっちへどうぞ。わーい、それじゃあまずはメイクから。白い絵の具を乾くまで待つよ。今日使うのは茶色のアイライナー。私のメイクって色素薄い系女子。特徴的なのはこのメイク、まつげがちょっと太めなの。ピンク色を塗ったら目の中に白い光を。目元をやっぱりもうちょっと垂れ目にした方が私っぽいかも。これで OK。 今度は髪型、この2つ結びの髪をこんな感じ。うわーすごいすごい。それじゃあリカちゃん、私になるために前髪カット。大人っぽくて新しい私にって言って、私は失敗しちゃったんだけどね。リカちゃんなら大丈夫。本当ですか？いざ。あ、あわわわわ、前髪切りすぎた。大人っぽくて新しい私はリカちゃんなら似合ってる。めちゃくちゃ。でもこれでキュアエールさんになれるんですもんね。そう。フレッフレッ。気を取り直して、前髪が上がると眉毛が私っぽくない。ちょっと変えちゃおう。ピンクで重ね塗りしたらいい感じ。それじゃあ今度は濃いピンクのリボンを使って、両方をリボン結びにしたら長い部分をカット。うんうん、髪型バッチリ。うわあ、私キュアエールになってる。それじゃあ最後はドレス、レッツラお着替え。まずはピンク色の粘土を伸ばして伸ばしてカット。そして白い粘土を細長くカット。白いラインを入れたら畳んで畳んでペタ。四角く切ったピンクの粘土を余分なところはカット。白い粘土を伸ばして伸ばして四角くカット。これを襟にペタ。細長く切った粘土をペタ。こんな形の粘土をペタ。ターコイズ色の粘土を細長くカット。
で白い粘土、四角くカット、ピンク色の粘土、細長くカット、そして白い粘土、ペタ、靴下をふわふわに、ピンクの靴を履かして、次はこのモール、黄色のモールをカット、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 ポンポン、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 赤い粘土を伸ばして伸ばして、リボンの形にペタッペタッ、それじゃあレッツララメラメ。確かクローバーのピアスだった、クローバーはないから緑のピアスを、お花をペタ、もう一個ペタ、リボンをつけたら、よし私頑張った、キュアエールリカちゃん出来上がり、ハートキラッと、みんなを応援、うわー心があふれる、ありがとうございます、キュアエールさん、リカちゃんが喜んでくれてよかった。それじゃあリカちゃんキュアエールになったなと思った人はグッドボタンお願いします。この丸を押してチャンネル登録お願いします。サブチャンネルでは化粧の落とし方を載せてるよ。それじゃあ次の動画でね、バイバーイ。